こんにちは、アイラです。今回はドラゴンについての動画です。ドラゴンは空想上の生き物とされながら、時折目撃情報が噂されるなどミステリアスな存在です。そのかっこいいフォルムからアニメや漫画の題材として取り上げられることも多く、人々を魅了する存在でもあります。ドラゴンといえば口から火を吐く描写が有名です。そんな姿を見て、ドラゴンはどうして火を吐くことができるの？と疑問に感じたことがある方もいるのでは？そこで今回はドラゴンが火を吐く方法について真面目な仮説を立ててみました。ドラゴンってどんな生き物？そもそもドラゴンとはどのような生き物なのでしょうか？多くの方が考えるドラゴンは巨大な蛇のような姿をした生き物ですよね。しかしこれはアジアの人が想像するドラゴンの姿です。西洋のドラゴンは爬虫類という点は共通しており、見た目も似てはいるものの全く同じではありません。トカゲや蛇のようなものにコウモリのような羽が生えた姿をしているのです。なおアジアと西洋ではドラゴンの意味するところも違います。アジアのドラゴンは神のような位置づけとなっています。一方西洋のドラゴンは悪の象徴なのです。ドラゴンはどこの国も同じと思っていた方も多いのではないでしょうか。しかしその意味合いは国や地域によって大きく異なるようですね。仮説その1、吐く息が燃えやすい成分である。では早速ドラゴンが炎を吐くからくりを考察してみましょう。まず考えられることが、吐く息が燃えやすい成分であるという仮説です。体内で何らかの方法によって炎を作り、その炎を燃え上がらせて口から吐くためには、口から吐く時に何らかの物質に引火させる必要があります。そうでなければ炎を大きく燃焼させることはできません。引火性のガスというのは割と現実味のある仮説かもしれません。なぜなら人間のおならにも硫黄など引火性の物質が含まれているためです。おならのような物質をもっと濃縮させ口から出すことができれば実現可能かもしれませんね。仮説その2、毒が燃焼する成分でできている。次に考えられる仮説が、ドラゴンには毒のようなものがあり、それが燃焼しやすい成分でできているというものです。毒を吐く生物はたくさん存在します。これらが火炎性の高い物質で、かつ炎を体内で作り出すことができるとしたらどうでしょう。体内で作った炎を口の中の毒に引火させることで、大きな炎を口から吐くことができるのではないでしょうか。専門家の中には、生物の中には石油を飲むものがいるのではと唱える方もいるそう。もしかしたらドラゴンもそんな生物の一つなのかもしれませんね。仮説その3、高温のガスを炎と呼んでいた。3つ目の仮説は、そもそもドラゴンは火を吐いていたわけではないというものです。ニーデラゴミムシという実在する虫は、高温のおならをすることで外敵から身を守るといいます。このおならは体内の物質が化学変化を起こすことでできたもの。その温度はなんと100度にもなるというから驚きです。ドラゴンの体内でも同じことが起き、高温のガスを口から吐くことができれば炎と同じような役割を果たせるのではないでしょうか。炎を吐くというよりは現実味がありそうですよね。ただあまり夢はないかもしれませんが、ドラゴンが口から炎を出すのなんて夢物語のようですが、科学的に考えてみると全く不可能というわけではないのかもしれません。昔の恐竜の中にはそんな仲間もいたのかも、なんて空想を巡らせてみるのも楽しいですね。もしかしたら口から炎を吐く生き物が見つかる日もいつかやってくるかもしれませんよ。皆さんはどうやってドラゴンから炎が出ると思いますか？
コメント欄でお聞かせくださいね。それではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。